大人の世界に行こうぞ。夏休みマッスルチャンスアップ選抜ガチャ。はい、こちらがね、8月の4日から13日までということで、本日はね、8日。はい。まあ、ちょっとね、やるかどうかね、迷ったんですけど、ちょっとね、このラインナップを見て、ちょっとやっぱりね、見てくださいよ、これ。はい。ミディアムレア、浜辺で描く夏のメモリー。なんかね、胸が揺れるようになったんですね。これ、ちょっと、萌え系の、ね、ちょっとこういうセクシーな感じで。そして、もう一方の新キャラクター。はい。ビビンバ、あなたを見せればこの夏に。こういう、ちょっとね、男性、まあほとんどね、マッスルショットやってる人は男性が多いと思いますけど、男性をちょっとね、やっぱりどうしてもガチャを引かせるために、虜にしようということで、こういう仕様になったのかもしれませんけど、これはちょっとね、これ見せられたらちょっと引いちゃうよね、やっぱりね。引くよね。まあ他のキャラクターはね、まあバッファローマンだったり、これはまあ前からいるキャラクター。あと、これもまあね、フィオナ、こう色っぽい感じの。ただこの頃はほら、動いてないじゃないですか、全然。最近なんですよ、動くようになったのね。多分、マッスルショット開発部の方でね、これ動かしてみたらガチャの超人のも使うやつ増えるんじゃねえかみたいな感じで多分ね、アリサとかこういうのがいますけども、はい。こっちの方、引いてまいりたいと思います。で、124玉ありますんで、まずは、こっちですね。超人生5個で2連ガチャ。これもやっぱりね、ちょっと、マナチショード前回説明したんで、これは説明しませんけども、こっちにもね、アリサがいるんで、まあ、こっちでアリサを出てもいいかなって感じはあるんですけども、まあ、超人生5個ということで、行ってみたいと思います。ちなみにこれはね、前回動画上げてから1回も引いてないです。やっぱり超人生5個ってなかなかね、ちょっともったいないんでね。はい。では、最近ガチャ運がないんで、どうでしょうかね。はい。じゃあ、リベンジャー。はい。ちょっとね、ほら、ブロンズなんか見えちゃってね、もう。お、来たよ。あ、来たけどね。はい、ネプキンでした。はい。これ確か、あ、これあれだよ。なんかあの、交換所にもあるぐらいのキャラクターだよ。はい。ということでね。まあ一応金は1個出ましたけど、ええ。ちょっと微妙なスタートとなりましたけども。では、本題、こっちやってみたいと思います。まずはルールの確認で。超人玉29個で11連。で、2回目は40玉で16連。そして最後、50玉使って21連ということで。計119玉ですね。119玉で48連ということになりますね。はい。48連ですからね。48連だったらやっぱり4体。4体はまあね、5体以上出てくれればまあまあまあいいかなっていう感じで、はい。思いますけれども。まず引くんですけど、ちょっと確率見てみましょうか。10% かな？やっぱり。10% ですよね。ああ、そうですね。10% です。はい。こういう感じで。はい。一応ピックアップキャラクターなのかな、これは。でも確率アップ中って右側に書いてないんで、演出はないかもしれませんね。ビビンバ、ミディアムレア。この上3つ欲しいね、特にね。これ持ってないんですよ、どれもね。まあもちろん上の2つは新キャラクターですし、フィオナも持ってない。アリサもどうだったかちょっと覚えてないですけども、はい。カオスだったり、まあカオスも持ってないですけども、はい。この辺が。あれ、え、全部 0.5 なのこれ。あれ、あ、古いジャクリンマッスルとかも4体も5体もあるキャラクターも 0.5 なんだ。あ、イケメンマッスルまで。あ、というか SSR は、SSR じゃないな、間違った。なんだっけ。星5はすべて 0.5% なんだ。っていうことで、演出は今回はありませんね。はい。もう、止まるかどうかですね、じゃあ今回は。止まれって感じで、じゃあ、はい。ひたすらそれをね、願ってやってみたいと思いますけども。じゃあ、いきますよ。一回。離れましょう。じゃあ、1回目。29玉、11連。まずここで1点欲しいね。はい。いきますよ。はい。まず、演出はないですけどね。はい。じゃあ、最初はじゃあ、リベンジャー。はい。1点欲しいね。10% だからね。まあ、11連なら1体は、お、あったあったあった、1個あったよ、1個。はい。ブロンズも混ざってたから、これはどうだろう。はい。はい。ストップ！おお、来た！来たよ、来たよ、ほら！来たよ！で、ね、ケビンマン、子供ケビンだよ、子供ケビン。いやー、ちょっとあれ欲しいね、あの二つね。あれ見せられちゃったらね、もう、男は止まんないですよ、これ。まあね、回しちゃいますよね。いやー、ちょっと、出たけどね。出たけどさ、うん。
して2回目重要ですよ。これは超人玉40玉使いますから、これは16連ですからね。ここで2点ぐらい出てくれればね、ちょっと最近の不調から脱出しつつあるのかなっていう感じで、ちょっと上向き加減な気もしますけども、はい、2体欲しいですね。はい、どっちかも出てほしいね、サクッとね。そろそろちょっと役払いしてほしい。いきます。はい、2回目、16円、くっ、あ、エースは来ないんだな、来いっちゃないんだな。じゃあ首投げ、はいはい、どうでしょう。2体欲しいね。金カップ2体。え、ブロンズ1体。ブロンズ2個。ブロンズ2個。止まんないよ。そして。いやー、これは、ダメなのか。この流れで最近止まったことないもんな。もう、そのまんまだもんね。もう灰色は灰色のまんまでさ。はい。もうダメですね、ほんと最近ね。コロナだな、ここもコロナだよ、これもう絶対ね。コロナだな、コロナ禍だわ、これは。はい。じゃあ、ということでね、3回目。超人玉50個で。ちょっと来てほしいですね。どっちかはね、どっちか欲しいね。どっちが来てくれたらもう許す、もうね。まあ、最後は星5、必ず出ますから。うん。今のところね、1体ですからね、何しろね。ここはちょっともう4体5体ぐらい出て、おーって感じにちょっとね、言いたいね。はい、お願いします。はい、4体5体お願いしますよ。カモン !4 体5体。さあ、最後は、真ん中行こう。はい。いや、首投げ。ここで方向転換。どうだ?あれ?なんか金全然見えねえんだけど。最後だけ、最後だけ、ちょい、しかもブロンズもするパターンだよ、これ、ほら。これ、ひどいよー。ひど、行くよ、これ、このまんま。行くわ、これ。そして、最後止まってよ、最後止まれば。おお、最後止まった。せめて戻すくい、これが。まあ。一応、欲しかったベスト3の第3位のフィオナが来てくれましたけど。いやー、でもなー、この動くやつじゃなかったわー。はい。ということで、いやー、ちょっとほんとひどいですね。ほんとね、最近の。振り返りましょう。もう。振り返るっていうか、3体しか出てねえじゃん、もう。振り返り寂しいな。後ろ見たらもう3人しかいねえんだよ、だって。何人集まったかな、それ3人しかいねえの。多いね。これね。これはまあ、持ってます、もう。ネプキン。これね、覚醒すると。最近これはね、絆覚醒追加だったやつで。持ってます。はい。そして、新登場、これは。一瞬、おっと思わせてくれた。2075、新しいですね。まあ、子供ケビン。最近ね、あの、金のね、大人ケビン、あれいいなーって思ったんです。子供ケビンだもん、もう。一歩、二歩ぐらい、ちょっと時代の後を追ってる感じでね。はい。電流次元。はい。というわけで、まあ、唯一の救いというか、まあね、これがね、まあ、これのために119玉というのはちょっとね、不要な。まあ、これもちょっとね、あ、いいなーと思ってて、セクシーキャラのフィオナ。これはただ動かないんですよ。ちょっと前のね。フィオナ。はい。これか。まあ、我慢しときましょう。これでね。はい。せめて、2つは出す気ないけど、まあ、これで我慢しとけや、みたいな感じで。はい。まあ、というわけで、今回は、119玉使って、ね、3体ということで。いや、まだまだね、不審の方は脱出できませんよ、これは。やっぱ本当、役場で行かないとダメですね。もう超人玉も0個で。今はね、まあ、ワールドツアーの方やってますから、ワールドツアーね、まだ一周もしてないんでね、ちょっとこれなんとか、頑張って、ほら、まだ8体で、あと何日間、1週間ありますから、まあ、頑張って3周して、3周すれば何玉ぐらい貯まるんだろうね。30ぐらいいくのかな、わかんないですけど、あとは、まあ、今チャレンジですね、いっぱいやってます。それの方をね、まあ、クリアすると、いろいろと、まあ、
今度水着グランプリのやつでこれ、うん、こういうのもありますし、うん、まだね全然上級超上級の方はまだねクリアできてないんで、こっちやって頑張って、ね、貯めてみたいと思います。はい、じゃあというわけで本日はこの辺でシロです。次回もお願いします。さよなら。